名前出していいんですか、はい、今村聖奈ちゃんが、はいはい、まあ、福永さん、岩田さんをやってる小原さん、はい、まあ、エージェントが、まあ、ジョッキーに変わって、はい、まあ、騎乗馬の依頼を受けたり、はい、まあ、その番組管理そこが入ってるんで乗れません、なの、はい、お願いします、はい、まあ、まあそういう騎手に変わっての、その窓口として位置する、はい、とこで、まあ、中にはその水曜日に出走馬の想定っていうのが出るんですけど、はい、まあ、まあ、複数のレースを予定し、一頭の馬が、まあ、複数のレース予定しているときにジョッキーを決めてないときに、その未定なのを見て、時々あの騎手、はい、あのそのエージェントが決まってますかっていう営業をしてくる方もいますけど、まあ、中にはね、横山紀弘さんとか横山和夫君とか、はい、でエージェントつけてないジョッキーもいますしね、はい、まあ、まあ、必要かどうかはもうそれぞれのジョッキーの考え次第だとは思うんですけど、はい、まあ、僕らからしたらその空いてるか空いてないかの依頼の確認を本人にするか、はい、エージェントにするかの違いだけで、うん、そんなこのまあ、よくあの出てるじゃないですか、はい、このジョッキーはこのエージェントがやってるから楽しみだとか、はい、エージェントが、まあ、力あるのかは知らないですけど、うん、少なくともエージェントが乗り馬を決めてるとか、馬を選んでるっていう事実は僕は知りません。あの、うん、僕の厩舎に関してはもうこの人に乗ってもらいたいなと思ったらその人がエージェントと契約したらそのエージェントに連絡しますし、うんうん、じゃあそのジョッキーが入ってて乗れないってなった時に、はい、そのエージェントが別のあの契約してるジョッキー空いてるんですけど、うん、とか、うん、それ言われても、うん、まあ、言ってくる人そこまでいないんですけど、じゃあその人でお願いしますっていう簡単なお願いもしないですし、うん、うん、だから、まあ、窓口っていう、うん、僕は窓口っていう認識で、うん、なんかそのエージェントによってジョッキーのパフォーマンスが左右されるとは思ってますね。だから、まあな、ね、まあ、いろんな方いるんですけど、すごいやり手って言われるエージェントが抱えてるジョッキーが僕が魅力感じなかったら、そのエージェントはどんなけやり手でも依頼したいと思わないですし、逆にこいつうっとしなって思うエージェントでも魅力あるジョッキーだったらお願いはします。はい、うん、結構ね、基本、まあ、あの翔吾さんのところでね、こう乗せてるというか、あの騎乗を依頼している騎手というのは、まあ、こう、まあ、基本的な人がこういる中で、いろいろこういろんなこうジョッキーを乗せてる感じもするんですよね。なんかのこうどう言いたいですかね、横山紀さんが基本であったり、和夫さんが基本になってる中でも、うん、他の人にも結構こう、うん、乗せてたりだとかってい う、まあ、こうイメージですけどね、うん、これか、まあ、和夫とか紀弘、紀弘言うてるの横山紀弘さんにしても、やっぱエージェントつけてないので、本人とよりその馬の話をできるので、はい、ってなるとやっぱりその馬の将来のイメージが膨らむじゃないですか、うん、どうしても、まあ、別にその、はい、で
まあ、その2人以外にもエージェントつけてる時でも直接話して、その馬のイメージ、いい、はい、悪いイメージがいい方に行くとか、うんうん、なんか強制するしたいところとか、そういう話ができた時には、うん、そのジョッキーにお願いしてますね、うんうん、まあまあ優雅にしても、はい、乗る馬全部状況に乗ってもらってますし、はい、その時に、はい、その馬の話っていうのは、はい、しっかりした中で競馬行ってるので、はい、話にならないなって思う人は、うんまあ、話しててその馬のイメージが膨らまないっていう時は、はい、途中で野球の話に変えたりします、はい野球の話に変えられてたら、あの意外の依頼までには至らないなと思ってください、ジョッキーもそういうふうに思ってくださいということですね。これね、野球の話に変わったなと思ったらねあれってあれ馬の話から阪神の話に変わったなとかねそうなるとこれあれなんですね、ちょっと合わないなということですね、これね。は僕が知ってる、まあ、僕自身と、まあ、安田隆行厩舎いた時の中で、はいはい、まあ、見解をまとめると、うん、エージェントは、まあ、あのジョッキーの窓口なのですごく責任の重大なポジションでそういう業務をこなしてるなっていう、はいはい、あの尊敬する、うんうん、立場ではあります、ただ、はい、エージェントによってジョッキーの馬の質が変わるとかは絶対ありません、うん、あのジョッキー次第です。馬の質が変わるのはやっぱレースへのパフォーマンスとか、うん、それまでのレースに至るまでのその取り組みとかを僕は重要だとは思ってますし、うん、で、うん、でエージェントが馬を選んだり、はい、分けたりなんっていう事実は、うん、一切僕は知りません、うん、だからそういうね、あの報道とか記事見た時には、ほぼ、うん、事実でないと思ってもらっていいと思います、うんうん、名前出していいんですか。いや どうですか、いや、あの悪口じゃないんですよ。いや問題ないんじゃないですか。例えば、今村聖奈ちゃんが、はいはい、まあ、福永さん、岩田さんをやってる小原さんがエージェントで、はい、小原さんがついたことで強力なバックアップです、はいはい、これからの活躍が期待できるっていう記事を見るんですけど、まず、まあ、今ね、あの活躍というか、あの今年デビューして、しっかり成長もして、はい、レース、ね、はい、こなしてるのは、じゃあ小原エージェントがバックアップしたからの成績なのかって違うんですよね、はい、やっぱ聖奈ちゃんがしっかり、はい、あのレースごとにいろんなことを学んで、はい、反省して、でそれを次のレースでまた生かしてっていう繰り返しの中の結果であって、はい、うん、その姿勢によってじゃあ、うん、ちょっと期待のこの馬も頼んでみたいなっていうのが起こって、うん、はい、小原さんにお願いして、はい、あのっていうので、うん、小原さんが先行していい馬を集めて聖奈ちゃんに乗っけてるわけではありません、うん、はいはい、要はジョッキー次第ですね、うん、決してこうエージェント次第ではなくて、うん、出遅れは厩舎の責任で、はい、馬の質はジョッキー次第です、はい、